情報収集衛星とは、日本の内閣官房が、安全保障や大規模災害への対応、その他の内閣の重要政策に関する、画像情報収集を行うために運用している、事実上の偵察衛星である。HEA12 号機による、イグスレーダー2号機の打ち上げ1998年8月31日、朝鮮民主主義人民共和国が、環境北道舞、 水橋里の発射場から何らかの飛翔体をほぼ東の方向に向けて発射した。飛翔体の一部は日本海に、他は日本の東北地方上空を通過して三陸沖の太平洋に落下した。北朝鮮はこれを人工衛星、光明星1号の打ち上げであり、打ち上げは成功したと報道した。しかし、 日本国政府はこれを弾道ミサイルテポドミ1号の発射実験と判断し、北朝鮮に対する避難声明を採択した。それとともに、日本国政府はけ道への資金拠出を凍結した。この事件をきっかけに、与党の自民党内において、日本が独自に偵察能力を獲得することを、希求する声が高まり、他国のシャッターコントロールに左右されない。 国産偵察衛星の保有が検討され、これに野党の民主党も概ね同調した。同年11月には、早くも情報収集衛星の製作が決定され、同年12月22日に情報収集衛星の導入が閣議決定された。2011年までに、8、181億4166万4729円が投じられている。 法令上の情報収集衛星の定義は、我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星である。日本の衆議院が1969年に全会一致で可決した、我が国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議では、宇宙に打ち上げられる物体及びその 打ち上げ用ロケットの開発及び利用は平和の目的に限りと言明しており日本国政府も宇宙の軍事利用を平和構築の手段として認識していなかったことから日本の衛星開発と利用はもっぱら非軍事目的に限られ軍事衛星用の偵察衛星の保有を忌避してきたしかし北朝鮮のテポドン発射事件後偵察衛星の保有が 日本の国家安全保障上の喫緊の課題となった。このため、1985年に出された、一般的に利用されている機能と同等の衛星であれば利用することは可能とする、一般化原則の政府統一見解に則っ,って、1998年に大規模災害等への対応もできる、多目的な情報収集衛星を事実上の偵察衛星として、 保有することが決定された。その後、2008年5月21日に成立した宇宙基本法で、国は国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため必要な施策を講ずるものとする。と、命定されたことから、非軍事という制約を脱し宇宙条約の 国際標準である非侵略目的の衛星保有が法的にも正式に認められることになった。この流れを受けて日本政府は一般化原則の枠を超えて開発開始時点において商用衛星の分解能を超える情報収集衛星工学5号機の研究開発に2009年度から着手した。宇宙基本計画の策定作業では弾道ミサイル監視目的の 早期警戒衛星導入も検討され、2009年4月5日に再度発生した北朝鮮のミサイル発射実験もあって、一時これに関する議論が日本国政府において活発になったが、2013年4月時点で我が国独自の早期警戒衛星を持つとすると、莫大な予算が必要であり、費用対効果の観点も含め、 政府全体として考えていきたいと導入に対する進展は見られていない。情報収集衛星は光学センサを搭載して画像を撮影する光学衛星と合成回向レーダーによって画像を取得するレーダー衛星との2機を1組として2組の体制により運用されており将来的に光学衛星4機、レーダー衛星4機、レーダー中継衛星2機の 計10機体制での運用を目指して構築中である。光学衛星は昼間の写真撮影を行う。一方のレーダー衛星は、光学衛星より分解能は落ちるものの、夜間及びド天でも画像取得が可能であり、最新の情報収集衛星の光学衛星の分解能は 30cm 級、レーダー衛星の分解能は 50cm 級とされている。なお、 分解の音は、識別できる物体の大きさではなく、個体殺造素子の画素一辺の長さに相当する、地上物体の長さのことであり、その性能は、分解の10メートルで大きな建物の検出が、どうにかでき、5メートルで、建物の存在が判別でき、2.5メートルで、建物の種類の区別がどうにかでき、1メートルで、建物の種類と車の存在の判別ができ、 50cm で車の種類の区別がどうにかでき、25cm で車の種類の判別ができ、10cm で1台1台の車について説明ができる程度である。弾道ミサイルに対する偵察を目的に導入された情報収集衛星であるが、地球低軌道の太陽動機巡回機軌道を一周、約90分で周回しながら、 約4日で回帰して撮影するため、対象の上空を通過した時に、弾道ミサイル発射の兆候を捉えることはできても、発射の瞬間を捉えて、警報を出すことはまず不可能であり、これは、正式軌道を周回する早期警戒衛星の役目で、ある。情報収集衛星の完成、運用は、内閣官房に属する情報機関である内閣、情報調査室の内部組織である。 内閣衛星情報センターにより行われる。衛星は4日で回帰するため、地球上の2日点を毎日最低1回は観測可能となる、よう2組、計4機の体制を構築することが目標とされていた。ものの、2003年11月の HE やロケット6号機の打ち上げ失敗による衛星の喪失と、レーダー1号機及び、レーダー2号機の早期故障のために、 二組、計4機体制の構築は、予定より遅れた。2013年4月26日にレーダー4号機の本格運用が始まり、約10年遅れで、念願の二組、計4機体制が完成した。核衛星の設計寿命は、当初は5年、高額6号機とレーダー7号機以降は6年で、実証衛星に、限り2から3年になっているが、レーダー衛星の相次ぐ、 早期故障を受け、2015年2月1日に、レーダー予備機を投入した。これにより、実質的に、光学衛星2機とレーダー衛星3機の、計5機体制となった。なお、設計寿命を超えて運用が続けられている衛星も、あり、2020年11月時点では、光学衛星3機、レーダー衛星5機、データ中継衛星1機の、計9機体制となっている。 2015年、内閣衛星情報センターは、撮像時間の多様化及び、撮像頻度の向上のため、従来の4機体制を改め、将来的に、情報収集衛星8機、データ中継衛星2機の合計10機体制とする、ことを検討した。検討では、新たに整備する、情報収集衛星4機を、時間軸多様化衛星と位置づけ、関心対象の発見、 識別及び詳細監視のために運用する従来の4機の機関衛星に対して機関衛星により発見、識別した関心対象の動態的な監視のために運用し機関衛星とは異なる軌道で運用するとされた。また撮影データはデータ中継衛星を経由して地上局に送信するとされ、さらに衛星の運用期間を 工学7号機以降は1年延長して6年運用とし、開発期間の繰り下げと打ち上げ間隔の延伸により、コストを縮減することも検討された。その後、同年12月8日に開催された宇宙開発戦略本部で、時間軸多様化衛星と運用期間15年のデータ、中継衛星を打ち上げること、工学6号機、レーダー7号機以降の工学とレーダー衛星の 運用期間を1年延長した6年とすることが決定し改定された宇宙基本計画工程表に盛り込まれた2019年12月13日に開催された宇宙開発戦略本部で改定された宇宙基本計画工程表によると2020年度に最初のデータ中継衛星となるデータ中継衛星1号機を 2025年度に最初の時間軸多様化衛星となる光学多様化1号機とレーダー多様化1号機を打ち上げる予定である。2020年6月29日に宇宙開発戦略本部が決定した宇宙基本計画工程表によると2027年度にデータ中継2号機を打ち上げる予定である。情報収集衛星の軌道データ、運用データは 内閣官房が非公開にしているため、以下のデータは公開された資料に、記載の範囲、もしくはマスメディア報道による断片的な情報である。打ち上げ予定のスケジュールは、宇宙開発戦略本部の宇宙、基本計画工程表を参照した。なお、レーダー衛星は公式表記では、レーダー衛星と語尾の超音符が省略されている。ノラド式別名、NSSDCID。 カタログ番号は日本国政府から公表されていないため NSSDC 及び検索エンジンを参照した背景色画は打ち上げ失敗を和運用終了が判明している衛星を表す衛星の正式な所言は非公開のため以下のデータは公開された資料に記載の範囲のものであるシステム設計、制作等は三菱電機が担当したほか、 以下の省庁が開発に参加した。2002年度に打ち上げられた第一世代においては、データ送受信用アンテナには、従来の陸域観測技術衛星で使用されていた、全指向性低利得アンテナは採用せず、衛星の姿勢変更に柔軟に対応でき、指向特性にも優れたアクティブフェーズドアレイアンテナが採用されている。人工衛星の重量は、 約2トンと報道されている。なお、情報収集衛星の観測性能のうち、分解能の限界値を示すものは、内閣官房の特定秘密に指定されている。この他に、情報収集衛星等の運用のための、暗号アルゴリズム、暗号鍵または、暗号鍵の配送方式に関する事項について19件が、特別管理秘密に指定されているが、 これらの具体的な名称は公開すると情報収集活動に支障を及ぼす恐れがあるため公表されていない。光学衛星第2世代までの光学衛星には陸域観測技術衛星第1に搭載されたプリズム及びアバナー -2 を改良した機器が搭載されている。レーダー衛星第2世代までのレーダー衛星には光学衛星と同様に 陸域観測技術衛星第一に搭載されたパルスサーを改良した機器が搭載されている。情報収集衛星の軌道要素は日本国政府から情報公表されていないが当初アメリカ航空宇宙局ゴダード宇宙飛行センターにある NSSDC から NSSDCID とともに2行軌道要素形式が公表されており日本国政府から 公開停止要請があるまで2週間ほど公開されていた。NSSDC の情報は、ノラドが保有する軌道上を監視するレーダーから得られたものであり、ノラドは打ち上げられた人工衛星に衛星カタログ番号を割り振り、アメリカ合衆国連邦政府は、アメリカ合衆国の国益に反しない限り、人工衛星の軌道要素を情報公開している。内閣府の担当者は、 それを知らずに外部から指摘され公開停止要請をしたとみられている。また2007年2月に打ち上げられたレーダー2号機と光学3号機実証衛星についてもノラドから情報が公開されており高度約 490km を周回していると報道された。軌道要素は NASA やノラドで公開された情報を転載している民間団体の 人工衛星検索エンジンサイトからも情報を得ることができ、日本国内でも情報収集衛星の撮影に成功している者がいる。そもそも人工衛星の軌道要素は天体望遠鏡で天体観測をして、それに基づいて計算をすればアマチュア天文ファンやアマチュア衛星を運用するアマチュア無線化でも知ることができるものであり、 情報収集衛星の打ち上げ日時が公開されている以上情報収集衛星が地球上の特定の地点を通過する日時は隠しておくことができないものであるこれまで情報収集衛星は地上局へのデータの直接送信しか行っていなかったが大量のデータを迅速に入手するにはデータ中継衛星が必要であることから新たに データ中継衛星を導入する方針を固めた。2019年度の打ち上げを目指して、2015年度予算案に、情報収集衛星用のデータ中継衛星1号機の関連予算の一部が盛り込まれ、最終的に、2020年11月29日に、HE やロケット43号機により打ち上げられた。衛星の打ち上げは、初回はナスダにより行われた。 2003年10月に、ナスダが特殊法人改革で改組され、以降は、更新の JAXA により行われている。また、2007年後半からロケット打ち上げ、関連業務のほとんどが、三菱重工業に移管されたため、2009年以降は、三菱重工業が行っている。ただし、最終的な、打ち上げ実行、中止の判断や安全管理業務は JAXA が行い、 全責任を負うこととなっている。内閣官房長官が主催する内閣情報会議に属する情報収集衛生推進委員会が情報収集衛生の開発に関する基本方針等を総合的に検討し事務方の内閣官房副長官が主催する情報収集衛生運営委員会が情報収集衛生の運用に関する基本方針の定義 監督を行っている。情報収集衛生運営委員会の委員は、内閣危機管理官、内閣官房副長官補、内閣情報官、内閣衛生情報センター所長のほか警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省の局長クラスで構成され、その下に設けられた幹事会が、利用省庁からの要請に基づき、殺造箇所や日時、 競合した場合の調整を行っている。利用省庁としては、内閣官房のほか警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省、消防庁、経済産業省、海上保安庁、国土地理院が挙げられている。日常の運用は、内閣官房直属の情報機関である内閣、情報調査室に属する、内閣衛生情報センターにより行われている。 衛星から送信された情報は、茨城県なめがた市の副センター、北海道苫小牧市の北受信管制局、鹿児島県阿久根市の南受信管制局で受信され、東京都新宿区市ヶ谷本村町の内閣衛生情報センター中央センターに伝送され、分析官によって情報分析される。内閣衛生情報センター所長には体感した。 小官級の元自衛官が、さらに上部組織の内閣情報調査室の名がたる内閣情報官は、警察庁官僚が就任する事務次官級のポストである。情報収集衛星を導入する前には、文部科学省の審議会の宇宙開発委員会で、情報収集衛星の開発についての審議と調査が行われていたが、運用が始まってからは、 新型の情報収集衛星を開発する場合にも審議は行われなくなった。情報収集衛星が撮像した生の画像は情報収集衛星の性能及び運用状況が明らかになり今後の安全保障上の情報収集活動に支障を及ぼす恐れがあるため公開されておらず当初は運用実績も公開されていなかった。その後は 大規模災害時に限って撮影画像を元に作成された被災状況推定地図のみが公開されていた。2015年9月9日に内閣官房は大規模災害時等における情報収集衛星画像に基づく加工処理画像の公開についてを発表し、今後は大規模災害時に撮影画像の解像度を落とした加工処理画像を公開していく方針を明らかにした。 具体例災害事情報収集では2005年の福岡県西方沖地震において総務省消防庁が画像提供を受けたことを2006年4月24日の参議院行政監視委員会において当時の消防庁次長が答弁している。しかし一方で2011年の東日本大震災では最も必要とされる。 福島第一原子力発電所事故の衛星画像は東京消防庁ハイパーレスキュー隊に提供されなかった。また、東京電力に対しても秘密保全措置が講じられていないため提供されず、日本スペースイメージング及び日立ソリューションズから購入したクイックバードワールドビュー -1 ワールドビュー -2 エコノスジョイ -1 が撮影した。 衛星画像が使用された。各省庁や現地対策本部には、衛星画像をもとに作成された津波の浸水域が示された被災状況推定地図が提供された一方、総理大臣官邸には、情報収集衛星による福島第一原子力発電所の撮影画像が提供され、この際、当時の内閣総理大臣官直人は、 撮影画像について分かりやすかったと述べたという。政府答弁によると、情報収集衛星を活用した大規模災害として、2004年の新潟県中越地震、2005年の福岡県西方沖地震、2007年の能登半島地震及び、新潟県中越沖地震、2008年の岩手、宮城内陸地震及び、岩手県沿岸北部地震、 2011年の霧島山の火山活動及び東日本大震災を挙げており内閣衛生情報センターにおいて撮像した画像の判読分析を行い必要に応じて関係省庁にその結果を配布伝達したとされている2013年11月にフィリピンなどを襲い甚大な被害を出した台風30号の被害状況について 内閣情報調査室は情報収集衛星の画像情報、公開情報等をもとに作成した被災状況推定地図をフィリピン共和国政府に提供し内閣官房のウェブサイトにも掲載した。2014年3月27日、日本政府はマレーシア航空370便墜落事故で3月26日に 情報収集衛星によって撮影された写真を解析した結果、不明期の残骸とみられる漂流物約10個を発見したと発表した。日本国政府は東京の中日マレーシア大使館を通じ、マレーシア政府にこの情報を提供した。2014年11月18日には小笠原諸島周辺で違法操業を続ける。 中華人民共和国の漁船とみられる外国漁船について昼間と夜間の船舶の位置を赤丸で表示した状況図を公開した。また、2014年12月5日には火山の噴火で拡大を続ける西の島の変化を動画形式でまとめた資料を公開した。2015年9月11日、平成27年台風第18号の 平成27年9月関東、東北豪雨で水没した、茨城県上層市の絹川流域の被災地域の撮影画像を内閣官房のウェブサイトで2枚の写真を PDF で一般公開した。特定秘密の保護に関する法律が適用される情報収集衛星の画像だが、同月9日に発表された大規模災害時等における 情報収集衛星画像に基づく加工処理画像の公開についての方針が適用される第1号となり、解像度を落とした加工処理画像とはいえ、情報収集衛星が撮影した2枚の画像が初めて公開された。これについて松浦信也は同日に公表された Google クライシスレスポンスの画像と比較して内閣官房が発表した。 情報収集衛星の画像は意図的に分解能を劣化させたものであること。Google の画像はデジタルグローブの分解解像度 31cm の衛星写真を使用し、情報収集衛星が撮影し公開した写真により、高精細であり、Google。マップに重ねて表示され、縮小拡大も自在であり、ウェブサイトでの使い勝手が良いこと。 民間の衛星写真データに対して情報収集衛星は常に解像度で遅れを取り続けてきていることを挙げ情報収集衛星の乾杯と論評している分析チームの要因数情報収集衛星の運用で最終的に得られる情報の質と量を決定する要素には偵察衛星の1ピクセルあたりの画像分解能や観測面積もあるが それに勝るとも劣らず重要な要素なのが情報収集衛星によって得られた画像の識別と解析を行う地上の分析チームの要因数と解析能力である。このため偵察衛星の分解能や観測面積などの衛星諸言の優劣のみによってその国家が持つ衛星の画像情報収集能力を測るのは誤りである。 分析チームの解析能力について解説すると、例えば、偵察衛星の光学センサーにしても、解像度を優先して、モノクロで撮影を行うタイプと、解像度を犠牲にしていくつか異なった光の波長で、撮影を行うタイプがある。情報収集衛星に即して言うと、パンクロマチックセンサーとマルチスペクトルセンサーが、それらに当たる。 地上対象物は様々な波長に対して異なった光学特性を示す。同じコンクリート構造物であっても作られている途中で固まっている最中なのか、建築後長い年月が経ちボロボロなのか、それとも表面に苔がついているのかによって光学特性が違ってくる。また衛星に搭載されているセンサーによっても特性が異なっており、それらの違いを理解した上で、 正確な解析情報を素早く導くには、十分な経験とそれを蓄積するだけの時間が必要となる。当然、これらの高度な作業と衛星から得られる膨大なデータ量に対しては、十分な分析チームの要因数が必要であるが、数千人規模のアメリカ合衆国の分析チームに比べて、日本は、 内閣衛星情報センターの定員が219名7月現在という少人数体制である。このため現状ではあまり多くの分析はできないとの指摘が上がっている。情報収集衛星の開発や運用に関する費用は内閣官房の予算で賄われている。しかし実際には宇宙開発予算を削減して流用しているという意見がある。 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の2007年度予算は2276億円だが、このうち432億円は内閣官房から情報収集衛星の費用として支出された受託収入である。一方、JAXA の前身となった3期間の予算を合計すると2200億円程度であり、JAXA が 情報収集衛星以外に使用できる予算は1800億円程度に減少していることになる。すなわち、年間400億円の情報収集衛星予算は、結局のところ宇宙開発予算の中から、捻出されていると考えることもできる。一方、常時4機の衛星を運用し、継続して年間1機程度打ち上げられる、情報収集衛星シリーズは、日本のロケットにとって、 最大の顧客でもある。当初は HE やロケットにレーダー衛星と光学衛星を同時搭載していたが HE やロケット6号機の失敗以後は1機ずつ打ち上げることになったため使用するロケットも倍増しており打ち上げ回数の増加に貢献している。なお多くのロケット運用国において軍事衛星はロケットの需要を支える乗客であるばかりか。 軍事衛星の自主的整備こそが宇宙開発の目的の一つとなっている。これに対して日本は宇宙基本法成立までは宇宙平和利用原則に縛られて軍事衛星を保有せず純粋に科学目的だけで大型ロケットを実用化してきた点からロケット運用国としてはむしろ特殊であったとも言える。2004年秋にアメリカ合衆国が開発した 偵察衛星用の中枢部品に欠陥が見つかり、他国の衛星もこの部品を利用している、多数の偵察衛星に重大な問題が発生する恐れがあると判明した。このため世界中の情報関係者は一時騒然となる事態があった。しかし、日本の衛星は独自開発であったため、その時点で打ち上げていた2003年3月打ち上げの衛星に、 全く影響がなかった。ありがとうございます。